周辺では一番多い時で100人ほどが見物に集まっていてその警戒に当たっていたパトカーがこちらで被害に遭いましたきょう午前3時半ごろ沖縄市の小屋交差点付近でパトカー3台が暴走行為の警戒のため停車していたところ走ってきた2人乗りのバイクが棒のようなもので車体を複数回殴りつけました車内に警察官はおらずけがはありませんが 車体やガラスに傷がつく被害がありました警察が器物損壊と公務執行妨害の疑いで逃げた2人の行方を追っています現場では断続的に暴走行為が行われていて一人乗りのバイクが逆走してパトカーに衝突し逃走したほか暴走行為を見るために周辺に集まった中学生ら複数人が歩道されています